トップハムハット卿の機関車たちはピカピカに磨かれるのが大好きだ。ソドートを走っているときボディが光っていると気持ちがいい。パーシーは汚れる仕事が多いが、他の機関車のようにいつも綺麗になりたいと思っている。しかしトップハムハット卿が悪い知らせを持ってきた。水不足のために機関車の洗車は1日1回とする。清潔でいるのも大切だが、その前に役に立つ機関車でいること。パーシーはうろたえた。僕はすぐに汚れます。洗車が必要なんです。ゴードンなんか見栄えのためだけに洗車するけど。俺は偉いからな。なんたって急行列車だ。お前は膨れ面の汽車ポッポだ。そんなんじゃないよ。パーシーはむくれて走り去った。パーシーは港で石炭の貨車を押していた。汚れないように細心の注意を払っている。しかし貨車たちが言うことを聞かない。パーシーが石炭の落とし口に貨車を押していくと、もっと行け、もっと行け。パーシーは落とし口の下に来てしまった。石炭の粉がドサーッと落ちてきた。うわー真っ黒けだ。気持ちが悪かったが、しかし仕事を続けなければならない。キャラン駅に向かう途中でも貨車たちはパーシーをからかった。ガタ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 、汚いパーシー走ってる。真っ黒パーシー走ってる。静かにしろ。パーシーはひどくイライラしながらキャラン駅に着いた。これから僕は絶対に汚れない仕事しかやらないからな。ヘリコプターのハロルドが医薬品を取りにキャラン駅に来ていた。やあパーシー。ハロルドが声をかけた。やがてハロルドは飛び立った。あちこちに灰や燃え殻を巻き上げながら、清潔にする前に役に立つ機関車でいること。こんなに汚くならないで役に立ちたいよ。パーシー、あそこにチョコレート工場行きの砂糖の貨車がある。あれを引っ張っていこう。お砂糖？それだったら清潔で素敵だね。パーシーは喜んだ。パーシーは貨車から油が漏れて路線が滑りやすくなっていたのを知らなかった。工場に近づくと機関士がブレーキをかけた。しかし車輪は油でツルツルの線路をスリップしていく。煙突からボイラーまでベタベタのチョコレートで覆われている。機関庫に戻るとみんなが大笑いした。おいしそうだな。チョコレートパーシーだ。車輪付きのチョコレートアイス。まったくみっともない。重々しい声はトップハムハット卿だ。今日は大変な一日だったなパーシー。チョコレートの下からパーシーが答えた。しかし君は清潔の前に役に立つということを実践してくれた。というわけで早速洗車したまえ。本当ですか？それからペンキを塗り直そう。パーシーの顔が輝いた。たくさん並んだ常識が